みなさんこんにちはよろしくお願いいたしますありがとうございます <laughs> すみませんお待たせいたしました、えー、本日は映画イソップの思うつぼ』公開記念ディレクター ×YouTube クリエイタートークセッションにお越し,しいただきました本日は MC のジェントルと申しますよろしくお願いいたします温かい拍手ありがとうございますありがとうございます 来週8月16日金曜日公開の映画「エソップの思う壺でございますが動員数220万人を超え興行収入31億円を突破した2018年最大の話題作「カメラを止めるな」を監督した上田慎一郎と助監督を担当し「カメラを止めるな」スピンオフ「ハリウッド大作戦」の監督も務めた中泉裕也スチールを担当した浅沼直哉のカメ止めクリエイター3人が共同で1本の映画を監督した異色の3監督作品でございます。 上田慎一郎によるオリジナル脚本をベースに3監督それぞれの特徴を生かしまして演出された本作はカメ止めを超えるネタバレ厳禁の濃厚な時間が味わえると連日マスコミ試写会も満員御礼注目の話題作でございますそして本日は「イソップの思うつぼでメガホンを取った浅沼直哉監督上田慎一郎監督中泉裕也監督に加えましてトークセッションのお相手として YouTube クリエイターのお二人チャンネル登録者数90万人 爆破系の VFX 映像制作で話題のレイト先生とチャンネル登録者数21万人カバー動画で人気を博し音楽ドラマ制作やシンガーソングライターとしても活躍する宝部亮次さんをお招きいたします。 昨年のナンバーワン話題作、亀とめのクリエイターである浅沼、上田、中泉の3人が最新作をどのように作り上げたのか、さらに人気 YouTube クリエイターとともに映像制作について語り合うという、次世代クリエイターたちによるトークセッションがここに実現いたします皆様お楽しみいただければと思いますさあそれでは早速、今紹介しました皆さんをお呼びしたいと思いますのでぜひ大きな拍手でお迎えいただければと思います えー、それではご紹介いたしましょうイソップの思うつぼ浅沼直也監督上田慎一郎監督そして中泉雄也監督でございます大きな拍手お願いいたします <laughs> ありがとうございますよろしくお願いいたします <laughs> さあそれではお座りくださいそれでは改めましてお一人ずつ一言ずつご挨拶いただきたいと思いますがまずは浅沼監督からご挨拶お願いいたします 皆さん、あのこんにちは。<laughs> あ<の>対話形式。朝早くからですからね。ねはい、あのイソップのもうつぼを監督しました、浅沼です。本日はよろしくお願いします。浅沼監督、よろしくお願いいたします。続きまして、上田監督、お願いいたします。はい、えー、同じくイソップのもうつぼを監督しました、上田慎一郎です、えー。短い時間ですが、よろしくお願いします。上田監督、よろしくお願いいたします。 はい、続きまして中泉さんお願いします、えー、はい、僕も同じくイソップのモーツボ監督しました中泉裕也ですよろしくお願いします中泉監督です <laughs> よろしくお願いいたします温かい拍手ありがとうございますそれでは本日はこちらの3監督とのトークセッションのお相手として YouTube クリエイターレイト先生と宝部亮次さんを呼び出しておりますのでまたぜひ皆様大きな拍手で、えー、お迎えいただければと思いますそれではご紹介いたしましょうレイト先生宝部亮次さんどうぞ <laughs> 戦い拍手でお迎えください〜いこの椅子めっちゃ回るんですあっ、あっちですかねな, <laughs>、はい、なんでこっち向かってんのかと思 <laughs> 普通に分からなかったんですよね監督の陰に、ねはい、改めておけたくしお願いいたしますお二方にお呼び来ていただきました <laughs> それではお一言ずつご挨拶いただきたいと思いますまずはレイト先生お願いいたします はい、えー、みんな初めまして。えー、っと、本日はですね、えー、っと、まあ、短い時間ではあるんですけども。えー、っと、皆様の楽しい時間を、えー、共有できればと思います、えー。よろしくお願いいたします。えっと、先生、よろしくお願いいたします。<laughs> 高鍋さん、お願いいたします。あすいません、初めまして、高鍋良二と申します。えー、っと、僕は、なんか、この。 場所に立ってい,いものかと、えー、の普段は音楽をやっておりましてですね、えーとーまあ、昔もちょっとはドラマとかを作ったことがありましてちょっと呼んでいただきました本日はよろししくお願いいたます宝部涼次さんよろしくお願いいたします。高 皆様大きな握手ありがとうございますそれではここからトークセッションに入らせていただきたいと思います、えー、マスコミの皆様ここからの撮影はフォトセッションのお時間までフラッシュ NG とのことでございますのでご協力よろしくお願いいたしますまた後ほどフラッシュのタイミングはこちらからもご案内させていただきます改めまして皆さんよろしくお願いいたします,ししますありがとうございます 本日お越しいただいた皆様はすで、えー、にイソップの思う壺をご覧いただいているということでございまして、はい、あ,ありがとうございますしし者もね満員お礼という話でございましたけれども、はいえー、YouTube クリエイターのレイト先生と宝部さんも本作ご覧いただいているんですよねはい、はいねはい、ありがとうございますあああっせっかくなのでまずお二人のご感想から伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずじゃあレイト先生どんなご感想を持たれましたか、えー、そうですよね <laughs> こんな面と向かってレイト先生も困りますよね、はい、仕事とはいえねそうですね 困りま,すよまず、えっと、一番端に、えっと、見ようって思ったことが、はい、えこの映画3回見たいなみたいなこですか。二回見るすたど2回見たくなる映画ってあると思うんですけど、はい、この映画はなんかちょっと3回ぐらい見ないと見たいみたいな。 すか咀嚼しきれない部分が残ってるんじゃないかと別の目線で見たいみたいな感じですねんか8月16日でしたよね公開はでもまたちょっと劇場に足を運んでですね新しい目線で見ようと嬉しいうれかもしれないですねじゃあ試写見た方ほどこうやって繰り返し見たくなるっていうことで初日を楽しみにしているかもしれないですね普通は見てない方が初日楽しみにするかもしれないですけど CG のクオリティはどうでしょう いや高いですね <laughs> そこやっぱ気になりましめちゃめちゃ高いです C <laughs> あったっけ <laughs> な,ないかもねなんかあるけどねあるけど言うのやめようある,あるけどやめようあるかあるけどやめようぜひ,ぜひ,ぜひ次はもうふんだんに入れてもらえれば そうですねまたちょっと爆破シーンがある時はねお願いしてきたりするかないで,すねです僕かねなんかそういうコラボレーションもねせっかくここでの出会いをね何か次の作品作りに生かせて <laughs>、はい、お互いの得意分野をねぶつけ合えるような。回見たいいいっていうのはこうすごい ね、ちょうどいい数字を言ってくれます。二回じゃなくて三回っていうの引っかかる。まあ四回でもいいんですけど、本当に三回ぐらい見見て、見ても楽しい。全然楽しめると思う。ありがとうございます。嬉しいですね。監督の皆さんとても嬉しいというねリアクションでございますけれども、じゃ続いて高畑さんはどのようなご感想をお持ちになりましたか。はいえっとですね、あのこのまあ全くその最初 えっとまあ、カメラを止めるのも見ていたんですけれども、はい、あ今回の「ISOP」イソップを見るときに、はい、何の情報もなく最初見ようかなと思って拝見させていただいたらなんかもう、えっと、どこまでそのネタバレ 言っていいのかわかんないのであれなんでね。狙すね。危なっちまったら僕らが大きい声で。分かりやすい。大きい声出してください。一番生放送ですので。ピーって言います。大きい声でピーって言いますよね。後付けできないですから。ね。確かにいやなんかその最初はやっぱり女の子たちのなんかお話なのかなと思ってちょっと本瓦化した感じでスタートしたんですけどもう途中ぐらいからもう全然なんかあの正直危なそう。 ピーの口になりはけスピード感が、スピード感がもうすごすぎてもうなんか本当油断できないなと思ってもう最後の方までもうだからどん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 展開がすごすぎてで、なんかもう、なんかまあもう言って難しいなあんまりなめたな難しいなでもなんかその本当に大逆転は、大逆転大逆転 どんでん返しというか展開がすごくてそれがもう本当にやっぱりす晴らしいなと思いましたでも、先ほどレイト先生が言ってくださったんですけど本当に1回じゃ絶対足らないと思うんですよ絶対にんか何回も見返さないとこの時こういうことを考えてたんだとかちょっと思えるような映画で。 なんか結構あの伏線の回収みたいなことももちろん 2>,、はい、あ2回目見ると全然違ったように見えるっていうのもあるんですけど、はい、結構遊び心みたいなのもいっぱい入れてて、はい、なんかその亀田さんいるじゃないですか自分の女の子が,食べてるラーメンが。 こうワカメラーメンなんですけど、お輪の部分を隠してカメラーメンって見えるようにしてたりとか、ワカメの輪を隠して、それ気づいての方いらっしゃるんですかね？見られない気づいてないみたいですよ。あのそういうしょうもないこともいっぱいしてますんで、これ見たいそういうの見たい、です見つけたいですね。しょうもないこだわりこだわってるこだわりですね。ちなみにですね、三人も出演します。あ、そん三人とも出演してるんですよ。 それももなない皆さんはどうですか分かられた方いま分かんないで出演っていうか声だけですからね、ほぼほぼかニュース映像で証言しているのは中泉さんだったりとかええ、そそうなんですねまあの本当に手作りでそこまで予算も大きくな亀止めの次なんで結構予算上がったやろって思われがちなんですけど亀止めの前から動いてた企画なのでそんなに予算もなく作っ 三年かけ構想三年で撮影日数は九日間しかなかったえ,っえっ、あ、そうなんですか。ジェットしてますね。そ,すねそうなんですよ。大変ですね。そうなんです,そうなんすね。カメトミは八日間やったんで一日だけ増えたんです。一日増えた。<laughs> はい <laughs>。それでも少ないですよ、ね。それでも少ないです。めちゃめちゃ少ないです,ですよ。えー、で、まあでもカメトミは僕が監督で今作はもう三人共同監督作っていう。 な、まあ、なかなか実写の映画でもなかなかない体制の作品ではあるんですけどなんかそのいびつさみたいのはありました感じましたなん,かなんかやっぱり他とは違うなみたいな、うん、なんか映画って、はい、あの結構 その中でやっぱりこう話題になるる映画を作られるって相当難しいことだとだ思うんですよね <うん S 2> でその中でこう一つ抜けるっていうのはやっぱり何か技術でもない何かがないと企画なのか何なのかは分からないですけどそういうものがまあそういうものが何なのかを聞きたいっていうのもあるんですけどはいそういうものが必要になってくると思うのでそこは本当にすごいと思いますね。 是非ね今ねちょうどレイト先生からもねとてもあの興味津々な監督の皆さんに聞きたいこととかある,ある感じだったのでちょうどねあの皆さんから是非ね質問あのいただきたいなと思うんですけれども改めて今お二人から素敵なご感想ありましたけれどもえここにいらっしゃる皆さんはレイト先生宝部さんえ映画と YouTube という違いはあれど同じ映像制作に取り組むクリエーターでございますので、はい。はい 今日ののゲストのレイト先生と高鍋さん YouTube クリエイターのお二人から三監督へ今ちょうどレイト先生からもありましたけども、はい、これは聞きたいぞということもしありましたらぜひね、はい、この機会にぶつけていただきたいなと思うんですけどレイト先生から三監督にまずあのちょっとベタな質問になってしまうと思うんですけど、はい、あのヒット映画を。 こう、生みみ出す秘訣みたいなものもあるんでしょ <laughs> <laughs> それお前しか喋れないそこをちょっと聞きたいなと思いましてどうでしょうかみ皆さんのね、それぞれ思うやつでもいいと思うんですけれどもねでもやっぱその YouTube 動画でもヒット作やっぱヒット作を狙っ、らヒットさせようと思って作ってらっしゃるっていうのはあるんですそうですヒットさせようと思って作ってもヒットしないことの方が多いあーでもなんかその僕もなんかヒット あの亀止めとかは僕その中学校の頃からハンディーカムで自主映画を作り始めたんですけど、はいでまあ、そのその頃はもう別にどこの出しどころもない YouTube とかもないですし SNS とかも発展してないですし、うん、映画祭とかも知らなかったんで、うん、まあただ作るっていうことが最大のご褒美みたいな感じだったんですよ。はい、で大人になって、えー、やっぱいろんなことを考えるじゃないですかこう映画祭に入るようにせなあかんとか、うん、偉い人に認められるように するにはこういう作風の方がいいんじゃないかみたいなこういろんな下心を抱えながら作ってた時期があったんですけど亀止めはもうそういうのを一切忘れて自分の好きなものをやってみようきっとしようがしなかろうがいいのでっていう気持ちで作ったら一番。 うまくいったので才能があるってことですね。<laughs> 別にそんなことを言ってないですけど、<laughs> 好きなことをこう形にするのが一番こう刺さるって感じでなんかお金を払ってでもやりたいことをやった方が、はい、残ることが多いですね。<ー>なんかお金のためとか、はい、あのなんかつながりのためにやった仕事の方が残らないことの方が多い。うん、ああそうなんですね。うん、不思議とね今上田さんがおっしゃってたんでその上田さんの言葉でいと下心がなかった作品が一番世間の皆さんに届いたって。 ということですね、はい。 下心ってなんか決して言い方はあれですけど、<laughs> ね、下ネタではないです。とはい思うんですよね。はいはい、皆さんに届けるためのいわゆる下心なわけで、はい、そのためにはこういろいろつながりが増えたらいいなとか、うん、こうやと思われればいいなって思ってたものじゃない。一番素直な自分に近い作品が一番届くっていう話は面白い話ですね。すごいです、ね、綺麗にまとめ、うん、ありがとうございます。なんか作り手の方が本気でなんか楽しんだものの方がなんか見てくださる。 やる方にその楽しさが伝わるみたいなことをそうそうそうですよねそんな感じがそう,そういうことててなんかもしれないですねな,なんかその いやいやプロ野球選手になりたいっていう子供がいたとして、はい、そのや野球が好きっていう目的でずっと野球を最初やってるじゃないですか、うん、でもプロ野球選手になるっていう目的にが変わった時点でちょっと苦しくなるみたいなことってあると思うんですよんなんかこう YouTube 動画を作るのが楽しかったのにこうヒットさせないといけないっていう段階になった時にちょっと変わってくるみたいなはいまだあの僕の動画ってあのお金を取る段階になってない 劇場で公開するとかもなくて、はい、おあの視聴者はタダ、えーまあ、で見れる状況で,、はい、でお金を決してもらってないっていう状況なのでお金をいただく側になるとどうこう。 作っていいかわからないみたいな。そこが多分違いだと思うんですよね。プロとの違い。今その上げてらっしゃる動画っていうのは何かこう収あれ収入はあれではないんですか？広告収入は。あ、もちろんその広告収入みたいなものはあるんです。もちろんと言いました。すいません、ちょっとそこいいや。そういいの。見逃さなかったです。みんなスルーしたね。ちょっとお金の話になったからちょっと口があれなんかはい。基本的にその視聴者様からもうあの一回映画まあ千五百円ですか、 はい、とかはいただくことはないんでその辺1500円でどれぐらいのものを提供できるなと考えたらちょっと今の僕じゃちょっとゴミしか提供できないなみたいな,ないや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 、えー、はいやいやだからそこら辺の差その辺がすごい気になるって言ってましたよね浅野さんは。 お金のことが気になる。そうです。たそれをずっと気になりながら今ここにいらっしゃる。そうです。ユーチューブのお金の仕組みが気になって、今ボンボンの音ずと戦ってらっしゃる。儲かるんです。かやめんなって。めちゃくちゃまっすぐ聞きましたね。儲かるんです。いやでもそのそのお二人もそのあの動画だけで今生活してらっしゃる。 っていうことではないんですか。他に仕事もしながらってことなんですか。あ、でも僕は一応 YouTube と、はい、まあ他のなんかライブ活動だったりとかっていうので、<ー>はいなん,なんとかやっております。はい、レッド先生。あの僕はたまにあの外注が入ってこお,お仕事させていただいたりするんですけど、はいはい。基本的にその YouTube の動画を作るともうあの他のお仕事をしている時間がなくて、はあ<ー>。どっちかもう片方にしか、はいはい。もう手がつけられないっていう状況なので、うん<ー>まあ今はあそう YouTube も九割ぐらい。 でたまにこお仕事が入ってくるとそっちを、えー、やるみたいな感じですねあのポケモンが出てきたりするじゃないですか、はい、別にそれはポケモン側からあの依頼を受けてるわけではなく依頼を受けてるわけじゃなくて勝手にやっちゃっている,る,るっいうことですよね。 じゃあちょっとレイト先生の質問にわざと戻してみますけど、はい、ちょっといろいろお金の話にもなましたけど <laughs> 浅沼さん先生いいですよ <laughs> 自由にしゃべっていただく浅沼さんと中泉さんはそのヒットする作品の要因みたいなお二人が考えるやつってで,、ね、でもなんか映画ってある種産業として発展した部分があると思うんですよ。うんはい、でそういった部分から切り取って見ていくと意外とそのシ,シナリオをハリウッド的に書くとかっていうのは。はい 結構洗練されていてい、まあ、それができるかっていうとなかなか難しいんですけどうそういう部分だったりとか、まあ、ある種こうスターを出すとかっていうとヒットの要因につながっていくって今は結構言われてるんですけど、まあ、でも先ほど言われた通り本当に自分が何を作りたいかっていうことが向き合ってその作りたいことと時代とか、うん、その客層とかがあっていくっていうことが一番 素晴らしいいのかなと思いますねやっぱまずクリエイター自身がやりたいものをやってそれがまあ時代とどうマッチングするかっていうのは、まあ、ちょっとまたね,ねあの全部が全部計算できるものではないですけれども、うん、まずそれが大事なんじゃないかいさんと 同じようなことに同じこと全然全く違います嫌でしたすみませんまとめ方として申し訳ございません全然違いますちょっとだけ同じでちょっとだけ同じで大事中泉さんどうですかまあ僕もでも限りなく似ちゃうんですけど上田くんの作品をまああの亀止め僕もスタッフで参加してて助監督ですね一番思ったのがまあすごく自分がやりたいこととか楽しんでやってるなっていうのを映画を作った時に感じまして まあやっぱ自主映画に限ってかもしれないんですけどインディーズ映画に限ってなんですけどやっぱ自分の監督のエゴとか作品のエゴみたいなものがなんかこう光るもの強いこう尖り方があるものがあるとまあヒットというかやっぱ話題性はすごく出ますしそれがこうまあ本当にさっきの話じゃないですけど時代とマッチングすればヒットにつながるとは思うんですけどなんかやっぱ尖りというかすごく楽しんでいる面白さがやっぱりこの「か止とめ」には僕はあったのでそこがやっぱヒットヒットしたんでしたっけあれ

はいというわけでねとても素敵なお話だったと思いますけど今度宝部さんからもぜひね皆さんに質問いかがですか、はいはい、なんかその今回のイソップを制作するときにその3監督が三人いるっていう構造が、はい、確かになんか僕的にはちょっと異質というか日、うんね、本人もおっしゃってましたけどね、はいはいはい、だからそれ自体がすごくなんかやっぱり その三人でやろうと思ったきっかけだったりとか、あとまあ制作するにあたりやっぱり喧嘩じゃないんですけど、そういうなんかそのぶつかりも絶対あると思うんですけど、その辺ちょっとお伺いしたいなと思いました。いかがでしょう。経緯はね、これなんか三人で取材受けることが多いんで、もうそのケイ担当。そうですね。ケイはもう連携取れてますね。これももう三監督ならではかもしれないですけど、どの話をどれが誰がするか、みんな見てる。誰が行くみたいな。担当の中泉さんを。 いま僕らの出会いは2012年のこれそれこそ映画祭なんですけどそこで僕らがなんか出した映画が。 まあ入選させていただいてそこで上映の機会が得て2012年から出会ってはいましてで2015年に「猫分の4」っていうもう一人監督がいて4人でオムニバスの映画を商業デビューの作品として作ったんですねでその作品を作った時にちょっと僕らも心残りというかまた作品作りたいなと思いながらその作品を終えてしまったのでじゃあまた3人でなんか一緒にやろうよってその打ち上げの席でお話になりましてじゃあ3人でまたやるならもう一回オムニバスで作品は作ってるので短編映画の。じゃあ3人で長編を やってみよう<ー>3人で監督をやってみようっていうのが、まあ、その時はなんかちょっと自然な流れで出てきたんですけど<ー>で、まあ、結局僕らもそうは言っても決断するにはまたそこから時間はかかってあれやろうとは言ったけどあれこれ本当に3人でできるうん、うん、っていう思いはおののにあってうん、うん、ただまあ上田さんとかはあのいろんな人に反対をされたから逆に俺はやろうと思った。 っていうことがあったり、まあ、僕は正直、その時そ、ね、映画監督って何だろうってすごい自問自答してた時期で、うん、だから、逆に映画監督っぽかったんですよ、この2人がとてもその時、うん、その映画監督っぽい2人に僕の中 <laughs> で,では映画ってなんだろうってことを知りたくて <laughs>、はい、一緒にやろうって思ったのがあります、ね、そうですすだから構想年年って言ってて言ますけど最初の2年は あの3人で一本の長編を作るっていうのだけが企画が決まって、うん、どういう物語を作るかがずっと合わなくて好みもタイプも違うので、うん、ずっとししてましたねそれこそそこがじゃあ監督の難しさでもありますよね,そうですよねだってその、まあ、そのカラーがやっぱり絶対持ってるものが絶対違うはずでそれをこう一つにまとめるっていうのがむちゃくちゃ大変だなと思っていたのでそれをどう どうねどう,どうまとまったんですかねままそこからこんなにすごいなんか本当に作品ができたとかなって,思って、うん、なんかまとまってるものは一。うん いっぱいあるので,その 3, 人でや3人で1本の長編を作れば絶対そのまとまらない部分って残るじゃないですか、うん、そのまとまらない部分も魅力になるような映画になればいいなっていう覚悟があったので<ー>やれたんやと思いますけど、ね、だからまとままととってないと思い思すす結果ですか <laughs> <laughs> で全部という意味じゃまとまってないと思うんですけど一部一部はこうまとまって3人でこう向かってるんですけどおののが一生懸命やってる瞬間やっぱあってそこはこの,この2人が認めてくれたり この2人にとってはもしかしたら納得いってない部分もあるかもしれないけど僕はすごく納得いってるからここはいいとか上田さんはここはすごく納得いってるから僕らは1回引くみたいなこともあるので、うん、まとまって全部に対してこう全員がイエスとは言ってないっていうのが逆に面白いかなとは思ってますねそれがこうバランスがうまいこと取れてみたいな感じですかね。なんかねバランス取ろうとかすり合わせようとはしないようにしようっていう<ー>なんかそれぞれがそれぞれのこう色を出して。うん はっきり出してやってでも引いてみたら一枚の絵にちゃんとなってるっていう風にしようみたいななんか認め合ったらそうなっていったみたいな感じですね今おっしゃってるその認め合ったらね認め合ったらって茨城県の水戸あすいません水戸出会ったらじゃないですよね水戸出ったら何を言い出したんだなっていや初耳の今急に折れてたの急に… 急な喋 <laughs> <laughs> りミスはいいですあ。あのあのカメカメのロケ地、ン見とやったんですよ。はい。だからその話、急にその話かなと。ごめんなさい。すごい。全然大丈夫。無駄なしゃ口こと思って。そんなことないです。じゃあもうあれなんですね。それぞれの監督の皆さんがそのエンジンこう調節周りに合わせんじゃなくて自分なりにゴーって吹かした状態で行ってやろうって。うんうん なったのが逆にこの作品につながる、うん、っていうのがまた面白い話になりますね,すねあとなんかその映画って大体こ,のこういう物語を撮ろうとかドラマもですけど、うんうんはい おしゃれすぎて椅子がめっちゃ動く。おしゃれな場所でやっておりますよ。はい。僕もか持ち込められます。どうにかして椅子がかない上田さんくるくる動くなと思ってましたけれども。そうですね。ちょっと捕まって喋りますけども。遊園地のねお子ちゃまのように。すいあのちょ固定されてるんでちょっ違うすか。ません。あのなんかだいたいこういう物語をやろうっていうとこから。 あのこういうういいいキャスティングにしようとか始まっていくじゃないですかでも今回は体制が先に3人で1本の長編を作ろうっていうことだけが決まってて、うんうん、じゃあどういう物語を作るっていう風になんか最初に企画があってもその退路を断たれて、うん、この素材の中で考えるしかないっていう、うん、そういう体制で映画って作られるのはそんなおあの珍しいとは思うんですよ。うんうん、そうですねなんかその体制がこう プリエイトにどう影響を及ぼすかというか作品に影響を及ぼすかっていうのはすごい興味があって、うん。例えばその 80歳以上のスタッフたちだけで映画を作るっていう企画出発やったらなんかそれはそれで面白そうじゃないですかそういう体制が先にあってっていう企画が増えていったらなんか今までにないものができてきそうだなっていうのはありますけどね、うんうん、先にコンセプトを縛っちゃう何かしらをこうそうそですなんか選択肢がありすぎると逆に頭から働かなかったりするので。うんうん、スポットを絞る、はいうん 一つの要素だったのかもしれないですね三監督で長編をやろうっていうのはもう決まってたわけですよねです3人の中でそこから生み出したっていうのは面白い話ですよね、はい、とてもねなんか今の話聞いてね皆さんまたあのそれこそさっきのレイト先生じゃないですけどまだ見てない方も含めて、はい、あこのシーンはだどの人のバランスが強いんだなとか思ってみるのは楽しいかもしれないですねそうですね,そうですね、えー、何,何気ない日常ほど大切だったりするで そういうところをもう一回みたいな急に死みたいなこととても素敵なねことでございますこれは分かります響いてきちゃった響きました歌歌いだしたんかと思いますじゃあのゲストの YouTube クリエイターのお二人から質問でございましたけれども今度はですね逆に 監督の三名の方からお二人に、はい、それぞれの作品をご覧になったと伺っておりますので、先なんか先っきちょっとマサさんももっかって、もかるですかじゃないですけど、今日はお金のことだけ聞きに行こう、いろいろ答えられないので、ぜひお三名から、僕も一個本当に聞きたいます、まあぜひぜひね皆さんからお二人に質問お願いします。じゃあ中僕結構あの YouTube 見るんですけど、なかな長い日は一日準備時間とか、え、YouTube ばかり見るそんなに。 そうなんです僕結構登録してるんですよポケモンが大好きであんですよって、ね、だ,かだからやっぱりポケモンの話がやっぱり気になった、ね、ポケモンが大好きっていう限定はちょっとやめたことほしいけどあのゲーム実況僕結構見ててそればっかり見てる日もたまにあるので、うん、でもまあその作り手の方とその見てる方の距離がとても僕は YouTube って近いなと思ってましてその近さがこの作品というか動画を作る時に 対象がどこに向かってて作ってるかっていうことは意識しますか。うん、<ー>その本当に自分が好きなことをやってるのかそれともやっぱりこういうものが好きな人が集まってくるであろうということをこう意識するのか本当にもうざ大衆というかもう。 いろんな人に見てほしいっていうふうに思って作るのかどこに向かっているのかを知ゲてるをかっていうことですかねそうですねいろんなやり方があると思うんですけどどこに向かうかを決めずにいけてるのかなっていうのじゃあお二人はどうされてるのかちょっと僕はですね基本的に笑えればいいなっていうんかもう笑ってくれればそれでいいやみたいなぐらいで作ってるんですけど僕の動画って一切動画内で僕声を出さないんですよねなので声を出さない分いろいろな国の方が見ても ジェスチャーでもう何してるか分かるみたいなタイトルだけその国の言葉になっていれば中身を見ても誰でも楽しんでもらえるような構成にはしててその人たちがもう笑ってくれればいいやみたいな感じくらいで考えてるのでそこで、まあ、みんなが笑える意味にはわあの声出したらちょっと日本の方には伝わ面白さは伝わるんですけど、うん、その向こうの国のニュアンスとかで話さないとやっぱり向こうの国の笑いって。 なんか伝わらないとところがあると思うんですよ、うん、タイだったらタイの笑いとかインドネシアだったらインドネシアの笑いとか、はい、なんで、まあ、そこら辺でもう声を出さなければ もういいやみたいなえそれはでもそのあんまり狭くしたくないからそういうスタンスにしようっていうのかあとあと,あと,あとあそうなったっていう、えー、そうなったんですよねもともと自分の声が大っ嫌いだったんでそれでまあ声を出さなくてやっていこうって言ってなんかそう,もう徹底してますもんね笑い声まで入れてますもんねそうですねあれはもう素材の声なんで僕の笑い声ではないんですよねああ笑い声も全部こう,もう吐息までこう 全部素材で賄って、はいはいはい。最初のきっかけからですか？最初やり始めの時からこうなんていうか全世界対象あえ最初はですね、えーっ,とえー、っと一応なんか C G の使ってる動画を上げてるんですけど、うんはい、その C G の動画って別に声を出さなくても何かしら表現できる感じ、ねはい、そ,そこら辺を爆発させるとか、はい、なんかそこら辺にこう雷を落とすとか、うん、で別にそのそれが楽しいんだって声はいらないと思うんですよでそんな感じで。 もう声はもうつけないものだと思って投稿していって、まあ、今 <laughs> こんな感じになったっいらないものとして判断して作っていったら今の形式になったみたいなじゃあ今その登録してる方とかよく見てくださる方を、はい、特にそこまで意識はもうせず、はい、そうですね本当にえっと僕のえっとチャンネルだと,えっと日本人の方より海外の方の方が多いんですよ。 もう日本人の方が少ないぐらいのあそう東南アジアの方がめちゃくちゃ多くて、えーはい、なんかタイ語でなんか書かれてたりして Google ググ翻訳に突っ込むと、はい、あなんかすげえ褒めてくれてるとかやばいこと言ってるとかわ、えー、<laughs> かるんでその Google ググ翻訳につ入れて何を言ってるのかっていう時間も面白いですね楽しい。えー じゃあ最初は声が自分の声がコンプレックスだったから、はい、そういうコイルのやめ,やめたりまあ笑えればいいやと思って作ってたのが、はい、結果そうやってどんどん大衆の皆さんに世界に広がっていったっていうのが流れなんですねそ,うそ,うそれが流れですねでもそれは結構亀戸目もそうだったあそうなんです,でですよね僕もなんか共通することあるんだろうなって思って聞いてたんですけど日本,日本ってゾンビ映画あんま当たんないんですよ<ー>言われてますよねだからゾンビ映画,映画でこういう話ですっていうのは、うん、いやこんなんやっても当たらないよ ってそのなんか苦手な人も結構いるじゃないですかって言われてたんですけどまあその好きなことやろうやりたいと思ってやったら結果的に本当の老若に,にゃんにゃんにゃんもうわざとじゃないですか途中から <laughs> 老若にゃ、うんがあのたくさんの方が見てくれる作品になってんでメガヒットしてね <laughs> メガヒット <laughs> もういじられてま<で>すけどあの最香リピーターの方がはい200回劇場で見たって、えー、200回,200回 ででそそのの方方がが耳の聞こえない方ないんですよ、えー、それ,それが結構びっくりして自分的に、えー、そ結構その音楽とかセリフに頼ってる映画なのかなって自分で思ってたとこもあったんですけど、うん、あそうじゃなくてその見た耳が聞こえない方が一番多く見てくれるぐらい映像だけで伝わってたんだなと思ってそれはすごい大きい気づきでしたね。えー、監督した、えー ご自身が気づかないところで楽しんで、こんなに楽しんでくださってる方がいらっしゃるっていうのは。はい、さっきのレート先生がまさか東南アジアの皆さんが見てくれて。はいね、タイ語で、google 翻訳するような時間が人生に生まれるなんてみたいな,のな。考えもしなかったですね。ね<え>、んな,なんかそういう広がりがまたいいですよね。うん、そうですね、えー。高鍋さんはいかがでした先ほどのご質問で言うと、どのように動画は。僕はわりかし。 ターゲットを絞ってるっていうわけではないんですけど一番最初はその,あのなんですかね全部自分の声で歌う何、はい、かドラえっと、マシュトラックっていうかそそうですそうでですす、はい、や,やってたんですけどあれをその昔「グリーっていう海外ドラマがあったんですよあ,ありましたねあれがむちゃくちゃ好きで,、はい、でそれをやりたかったんですけど。 友達が誰もいないから一人でで始めたっていうのがスタートななんんすよか人グリーみたいな、ね、1> 1人グリーっていう名前でやっていて、はい、でだから一番最初は本当にグリー好きの人に向けてみたいな感じで動画ずっとだアップしてて、えー、でグリー好きのみんなとすごい仲良くなったりとかしてっていう、はい、でもグリーも終わっちゃってで,でそこからやっぱり、えっと、その「ひとりグリー」っていう、まあ、あの全部俺だけでっていうか口だけで歌ってみたってやつを、はい、な日本の曲にやってです。 最初の方は結構「ももクロ」が大好きだったので「はい、ももクロ」の曲やったりとかをずっとやったりとかして、えー、で,でも現代最,最近はやっぱりその、まあ、ヒットソングとか今の、まあ、僕の視聴者僕を見てくださってる方々がやっぱり、えっと、20から、まあ、20代が 全般的に多くて、うん、なので僕が好きだった曲を歌っても皆さんやっぱり知らないんですよ。うん、今僕33なんですけどでなのでその昭和の曲を歌った時に、うん、なんかあんまりなんだろうみたいな感じになっちゃうので普段は結構ヒットソングだったりとか、まあ、最近の楽曲を歌って、うん、たまに昭和の歌もこんなにいいんだよみたいなのをこう<ー>挟んでいくっていう感じでなんか届けているつもりで。うん あね、じゃあ、なんかそのニーズに応えつつ自分のやりたいことも時々して、うんね、バランスを取ってるというか、はい、なるほどわりかし音楽なので結構わかりやすいかもしれないですその時その時の流行ったものっていうものを歌うだったりと、ね、ほとんど同じ同世代ですけどね、僕らねねねそうです、ね、同い年もん<あ>多分は、ね、昭和、あのー、60年です。あ同い年あ ありがとうございます59年なんでほとんど同世代ほとんど同世ですね本当ですかレッド先生はねもうちょっと今年齢不詳ということで年齢不詳年齢不詳年齢不詳なん若いそうな感じがしますよねじゃあそんな同い年の浅沼さんだったりあとお湯田さんからも何か質問ありますかちょっといいですか僕も質問いくつか考えてきたんですけどすごいすごいぜひぜひ先に浅沼さんいいですよ 佐沢さ,さんからお金のお金の話ですよねお金の話やっぱそれだけですかね <laughs> <laughs> そうですじゃあお金の話しますお金って言いましたけどじゃ <laughs>、はいまあお金って言いましたけど俺より上田さんの方がお金は好きなんですけど <laughs> <う> <laughs> 絶対にそれそれはあけて下げてあのー、実際はそのどういう形でその 広告がついてたりとか、そこはネットで調べろよ <laughs> <て>。<laughs> Google の方、あんまりお金の話はしない方が良さそうなんで、ちょっと上田さんにパスします。ね、あ考え中にするってこと。はい考え中でする。<laughs> <laughs> 一旦戻します。はいわかります。なんかさっきあのじゃあまあこれにしようかな。えっと結構あのまあ例えばレット先生だったら一週間に一本ぐらい上げてるん、ねはい。そうですねはい。 高部さんはどれぐらいの頻度で上げっていう。僕は最近は週4ぐらい。あ、週4本。はい。えー、い頑張ってます。で、まあそのお,お互いそれぞれプレイヤーであり、はい、まあクリエイターでもあるじゃないですか。はい、そのなんかそのえっ、ー、とそれぞれさ撮影する時間と編集する時間、えー、なんかどれぐらいの割合でこう割いてるのかなと思って。あじゃあ僕から。はい。 えと編集、えー、と基本的に撮影は1日で 1>、はい、えと終えてああまずあのアイディアを考える時間かアイディアは結構<ー>えと何個か今あるんですよスト,ックがああストックがあるんかなんかメモ帳かなんかにこうするこうするみたいなやが書かれていましてはい、はい、でそこから今回はじゃあこれやろうみたいなので選んでいくんですけどはい、はい、撮影は基本的にそれで1日で終わらせて残り6日は5日とかを、えー、編集に全て当てるみたいな感じなんですけど<ー>撮影隊がいるんですか はいま一緒にやってる人がいるんで撮影したはい撮影したかそのツイッターでケチャップが口についたままやっちゃったみたいな書いてらっしゃったああありましたねはい失敗したみたいなだから一人で撮ってるのかなと思ったんですけどあれあの時は一人で寂しく撮ってたんですけどそういう時もあるんですそうですねケチャップついててもうどうしようもないじゃないですかそれで 編集ソフトで1フレーム1フレームケチャップを埋めていくんですよ、肌が。それの方が時間かかって撮り直した方が早かったみたいな、結局。というのもあるんですけどじゃあ、アイデアはストックがあっていつ考えてるとかっていうのを思いついたらアにメモ帳に書いて撮影は1日してほとんど編集ってことですね、いててる時間としは前はですね3ヶ月に1本動画があれば僕の中で御の字だったんですよ。 でも最近はその1週間に1本上がってなんでそんなに1週間に1本も上げられるんだみたいなあの質問がよく来るんですけどあの妥協するところは妥協するみたいなことをなんかあのちょっと思ってあの昔はこだわりすぎてたんですよね。何をやるにしても外でやらないと外で綺麗な景色でこうネタをやらないとまあ見栄えが悪いだろう って思うんですけど、はいはい、でもそれで何ヶ月もかけて動画を作って投稿するじゃないですか。はい、そうすると視聴者様のコメントで、うん、あの背景に関しては一切コメントがなかったりするんですよ、ね。断らた部分が全然リアクションなかったん<ー>ですね。でそれで結局ネタさえ良ければ筋が通ってれば、うん、あのまあいいなってことに気づいて、はい、でその外で撮るのを家の中でやることによって。うん まあ今だったら夏ななんでですす暑いいじゃないですか休憩時間も必要ですし、はい、あのカメラのバッテリーも切れたらどうしようとか、うん、あとは水分補給とか、うん、あの天候に左右されたりとかなんですけど、うん、なのでそれでもし家の中でそのネタが面白くて済むんであれば、うん、もう家で撮ってしまって一日でも早くその視聴者様に。 お届けできた方がいいなってもちろんそのこ,だわれこだわるのは悪いことじゃないんで全然いいんですけど YouTube の動画として上げていくって中でもうどうしてもこう定期的に投稿していくってなると削<ー>削るとこ削らないとってないんで,いやでも,もうんクオリティ的にもう本当に短編映画ですよね。 短編映画でいやなんか短編映画祭っていっぱい国内に何百とあるんですけど結構出したら本当入選したりすると思いましたもん爆破しかしてないんで爆破しかしてないけどあのいやほそれぐらいクオリティでしたしすごい今の話は分かりますんかそのんか質を最初求めますけど量が質に昇華するというかそうですねんか多分3年間かけてこう1本作るよりも 1か月に1本作ってた方がその三3年後は質が結局、高いと思うんで経験もそのつもれてフィードバックも多くなりま、ね、す、ね、なんか視聴者が何をこう求めてるのかとか分かったりするんでそれがえっと3か月に1本とかだと分からないんですよね、やっぱり1本投稿して対策を1本上げていくつかコメントがついてでそこで,そこでこうな何本も上げてたたが、まが毎回、毎回その違ったこ、はい、ね。うん どっちの方が楽しいですか、プレイヤーの時と編集している時は。ああ、僕は編集から入ったんで、編集してる時の方が楽しい。なんか編集楽しそうやなと思いました。ああ、そう。すごい細かいとこまで吸い付けるやんと思って。なんかもう、ちょっと手上げるぐらいのシゅうみたいなのまでつけてるじゃないですか。そうです。音声編集が一番だるいんですよね、実は。だるい。だるいって言った。視聴者様とか、とても丁寧だったのです急にだるいって言った。本音ですごい、あの、音声。 映像をやってるから映像を僕やりたいくて映像しかやりたくないんですよ映像を完成して映像だけじゃ音がついてないんで上げられないじゃないですかそうなると音の編集なんですけど音の編集が苦手なんでそこが必ずやらないといけないんですよねだからそこをそれは人に任せようとかは思わないんですかえっとそうですね今んとこ自分でやってしまってるんですけど そこが結構おあの撮影よりも、えー、と映像を制作するよりも音声の方が時間かかるみたいな<ー>今回音楽をどういうチョイスにしようとか。音楽があの パターンがありすぎるからどれもいいやってなっちゃってんなんか逆に悩んじゃうみたいな結構でもおなじみのやつが最近そうですね日常はこれで固定してでも決めてほかの BGM も使いたいんですけど探してる時間とか考えるとでも何かそれがいいなと思いましたあの「てってん」ってスタイルになっててそれがあっ来ました来ましたみたいなそうですね、まあ、またまに激しめな音楽が転換の時に入ったりしてその音楽のみ、えー、と毎回変えてるみたいな感じですね 高さんはどうですかさっきの上田監督の質問から言うとどういうペースで本で風うです、ね、編集も全部そうです、うん、撮影と編集と、はい、っていう感じなんですけどもう本当僕もなんかん昔はもうそれこそ何年か前は月に1本アップできたらいいなっていう感じだったんですけど、はい、こだわってたんですけどもしかしたら一緒かもしれない一緒って言ったら申し訳ないんですけど。 やっぱりなんか、あの妥協点はむちゃくちゃ自分の中で作っていて。うん、で、あと、やっぱり、見てくださる方々が、多分、その。むちゃくちゃ映像にこだわる、のも必要なんですけど。なんか、一本でも多く、なんか、一曲でも多く、なんか、き、うん、聞いて、いただいた方が。なんか、嬉しいって言ってくださる方が、やっぱり多いので。そこは共通してるんですね。はい、<laughs> <laughs> そうですね。だから、そこで、かなり最近は、なんかもう、うん、もう、無理してでも。 1一日1曲でも出してやろうみたいな感じでずっと続けてきたら自分の中でもなんかそのあの編集のスピードとかもむちゃくちゃ速くなっちゃって最近はなんかもう本当に本気出したら45時間だあれば曲 まあレコーディングから撮影から編集からアップロードまでできるようにはなったのでただあんまり本気出さない方がいいなっていうのは分かったんですけどなんでですかやっぱりそのああここ間違ってるわみたいな感じが結構やっぱりあるのでやっぱり自分の中で余裕は持たないといけないなと思ってるんですけど。でそれを出しなながらなんか とはいえなんかちょっと対策じゃないんですけどちゃんとしたしっかりとした作品も作りたいなと思っているので、うん、それをど,うどのタイミングで出せたらなって、うん、なんか試行錯誤というか悩,でうか悩みではあります、ね、なんか僕も「亀止め」まで短編が8本ぐらい連続して1年に2本ずつぐらい作ってたりしてそれがあったから多分。 亀戸をてきたと思いますし中泉さんもなんか1か月に1本作るみたいな時最初始めた時は僕も何もわからぬまま映画始めたのでもうクオリティは1回置いといてとにかく1か月に1本映画を作るっていうことも短いのでいいんでそれをやったことが何ならその学校行くとかよりも数倍こうか僕も数をこなすことによってそれで得られるものってむちゃくちゃあるし。 でなんかその中で何て言うんだろうな自分のなん,なんか向きたい方向っていうかもう固まっていくし、うん、なんかその変に足踏みだけしてもとどまっててもまあなんか。 仕方なないいじゃないですか。進むことによって奇跡が自分の中でできてでこ,こ,この時全然だめだなとか自分の中でなんか歌い方もだめだなとか,、うん、なんか撮り方もダメだめだなとかあるんですけど、まあ、それはそれで失敗作で、まあ、次につ繋げればいいかとか、うん、過去振り返った時にこの時こんな頑張ってたなって思えればいいなって思うのが YouTube のいいところだなと思いましたはい、はい、す。 なんか今あれです、ね、あのお二人からの質問に対する監督の答えも三監督からの質問に対する答えもいろいろお互いのやっている映像制作は共通ですけれどもとても。 もしよかったらぜひねチャレンジしていだけたらね嬉しいですファンの方も嬉しいと思いますけれどもきょうはせっかくなので本日会場に来てくださっている YouTube のクリエイターのお客様からも質問頂いておりますということでございますので代表して簡単にですが読ませてだきたいと思いますがえ 質質問問がございまして皆さんににの方に質問です、えー、編集する時に気をつけていることやネタの探し方は皆さんどのようにされてますかということですけれども編集のことはね今もいっぱい話出ましたけどネタの探し方っていうのはどんな感じですか皆さんそれぞれ違うと思いま聞んです、うん、アイディアがどういう時に降ってくるかというか不足<え><の>があるって簡単に言うけども、はい、ってことですよね例えばね、はい、皆さんどうですかネタの探し方とかどういう時にアイディア思いついてますか じゃあこ僕はですね僕結構そのなんだろうな結構社会にすごく興味があって、はい、社会で起こっていることに対してその現地に行って現地を感じて何かこう作ろうかなと思ってるんで、まあ、なかなかこうすぐ僕結構たくさん量を作るタイプではないんで、うん、結構そこにずっと行きながら取材しながら こう出てくるようなストーリーでいつも映画を作ったりします。なるほど。はい、上田さんはいかがでしょうか。僕はなんかその。 例えば「お米とおっぱい」っていう自分が作った自主映画があるんですけどそれはその明日そのこの世からお米かおっぱいどっちかがなくなるとしたらどっちを残すべきかっていうのを5人のおっさんが100分間喋るだけの映画なんですけど見たいそれは <laughs> あのまあ全く映画祭とトに引っかりなかったんですけど <laughs> それは実際にあの僕が地元にいる時に何か缶コーヒーとかでこう一杯で。 友達たちとそのおお米かおっぱいどっちを残すべきかってすごい議論した夜があったんですねなるほどそれがまあすごい楽しかったんですよでまあそのこの夜を映画にしようと思った、うん、でなんかそのこんなん映画になるのかっていうような発想をなんとか映画として成立させようっていうなんかこうチャレンジも含めた感じで映画を作る時が多いですね一番なんか降りてくるのはドライヤーをかけてる時が一番多ああなるほどなんかリラックスしてる時が一番 降りてくるしあとまあ膨らませる時は。 友達と喋ってる時に膨らんでいきますね。降りてくる時は一人のリラックスしてる時間だけれども、そのネタの構想が膨らむ時は一言喋ってる時が。なんか机の前でうんうん言っててなかなか膨ら膨らまないですね。なるほど。まらまない。もう今日みんな言葉がありがすごいじゃん。多少の甘噛みはミスしてきます。いや今2回ミスって。和やかになろうよ。やってるよ。中泉さんはどのような時に。 僕はは。でででもも逆かもしななないいいすすね。ね、結構考考ええようとと思わそのネタはやっぱり普段普通に生活してて、うん、僕割と日常を楽しんでしまうタイプなので、うん、街を歩いてたら街を見ちゃうし自然、うん、の中にいれば自然を見ちゃうのでそこで何か降ってくるってことはほぼほぼ僕はなくて、うん、やっぱりその移動中の電車の中とかやっぱこのタイミングで考えようって思ってそこで、うん、あ なんかいろいろ自分の中でつなげていったネタを一個なんかいくつかつなげていくことでこのあこれ物語になっていくかも。うん、っていうことが多いので。なるほど。わざわざ考えないと何かが生まれない。うん、僕はたい、ね。まあまあそれもわかるわ。わかりますけどね。どうん、じゃあ。レイト先生とだからさんはどうですか。あじゃあ僕からいいですか。はい。えっとアイディアなんですけど。えー、っとき。えー、っとまず部屋を見渡してみて。はい。で僕の動画ってその C. G. を使う動画なので。うん まあどこかしらなんか何やるにしても好きなことやるにしても何か CG の要素が入ってで初めて成立するんですよね、うん。はい、でそれでえと部屋を見渡した例えば掃除機があったりしたら、はい、この掃除機が CG を合成するどう,どうなってたら面白いのかみたいな考えてなおかつこれがこの掃除機がサムネに映った時にサムネですよね。 どうなってると面白いんだみたいなとと<ー>やっぱり YouTube って結構そのタイトルとサムネで全て決まるみたいなところあったりするんでサムネでそのこれはこう絶対に人が見てくれるだろうみたいなサムネにな,なるなって思ったら。 ちょっと固めていきまこれはユーチューバーさんならではかもしれないですね。でもそれでサムネだけではなくてサムネだけそのすごいすごく中身全然伴ってないとまあなんかいわゆるその釣り動画みたいなものになってなんかちょっとおっぱいが出てるみたいな押しちゃいがちですね。押しちゃいがちで結構中身全然違うじゃないですか。でバットがいっぱいついてるみたいな。そうですね。でブラウザすぐバックされてみたいな全然こう評価されないみたいな動画がなってしまうので中でも中身が。 えっと、伴っているのに全然再生されないってなるとすごい悲しいじゃないですか、うんですね、だから中身が伴っているものをどう,こういっぱいの人が見てもらうかっていう、はい、やっぱ宣伝するのが難しいって言いますから、ね、うか、まあ、映画でいうとまあこういうメインビジュアルとかジャケットとかもそうなんですかね。うん、すね。うん やっぱ C.G. をありきで考えるってことですよね。すべてそうですね。も C.G. がないない動画が多分ないと思うので、C.G. を絶対に含んで面白くなりようどうすればいいのかとか、なるほど。まあある程度も縛りがあるから考えが働くっていうのはありますよね。多分かもしれないですね。結局ネタがないと爆発爆発爆発みたいになってしまうんですけど、まあそれでも最近はちょっと爆発もちょっとこう不意してですね。はいまた別のこう落ちなんかをはい。 に行くようにまあ努力はしてるんですけど爆破離れをそうですねなんか小屋のまた逆,逆にの視聴者様からあの爆発じゃないのかみたいな感じで心配されてるんで <laughs> なんか爆発措置し,しかない人だと思われてるああ<ー><う>なるほど高部さんはどのような時に、はい、僕はなんかやっぱり音楽でその普段カバーをやってるのではい、はい、ネタにしづらいところが若干あったりとかするんですよ、はい、なんかまずこの曲ネタにしていいのかなぐらいの、うん 感じからスタートするので<ー>ネタにあんまりしちゃいけないやつはそのまま歌ったりとかはしているんですけど、はい、なんかそれで結構探してなんかもうちょっと面白くだったりとかなんかもうちょっとアプローチの仕方だったりとか映像の作品になった時になんかこうやったら自分のオリジナリティ出せるのかなっていうのを出したりとかっていう感じですね。自分の楽曲に関して言うと なんかまあその歌ってやっぱりなんかほぼ死みたいなところもあるのではい、はい、その時の自分がこうやってステージに立って歌うときになんか感情がもちろんこうやって表に出せるようにまあその時その時に感じたものというのをシンクバックしてぶっ込むっていう感じでっ作ってはいます。 ほんとそれぞれぞね皆さん、やっぱあのごしゃご用のいろんなありましたけれどもなんか何かがねこう今見てくださってる皆さんの次世代のクリエイターの皆さんの何かヒントになれば嬉しいなと思いますけれどもまだねまだいっぱいたくさん質問いただいてるんですけれどもちょっとお時間がもうないということでございまして、はい、そううなんんんでですね申しし訳ごござざいいまませたたくさんの質問本当にありがとそ、はい、それではそろそろお時間ということで、はい、せっかくなので皆様から一言ずつご挨拶いただければと思いますがまずはレイト先生から。はい 最後にご挨拶いただければと思います。えっ、ー、と、皆様えっ、ー、とお疲れ様です。えっ、ー、と、本日はこのような貴重な、えー、イベントに参加させていただいてとても光栄です。えっ、ー、と、監督えっ、ー、と監督様からたちですね。監督様方から直接えっ、ー、とお話をお伺いすることができて、ま自分の中でも今日はほん。 とても刺激的な一日になったと思います。で、この刺激をでこう制作にも生かして、まあより今後よりいい作品作りができればなと思いました。えっと本日はどうもありがとうございました。本日ありがとうございます。素敵なご挨拶ありがとうございます。ハードルがすごい上がりますよ。締め感が半端ないじゃないですか。最後だったでしょ。とてもやったなご挨拶でしたね。僕もレイト先生からでお願いします書いてましたけども最後で良かったかもなと思いました。そう思いますよ。申し訳ございません。絶対五番じゃないですか。 いやだわそうなん中泉さん最後になりますので <laughs>、はい、では高橋さんお願いいたしますすみませんえっ、ー、と本日は誠にありがとうございました僕がねあのまあ普段歌を歌っているものなんですけれどもこういったあの場所に立たせていただいてですねえっ、ー、とお話しさせていただいたことが本当に貴重なあの体験をさせていただいているなと思っておりますなかなかあの普段お会いできる方ではないですしですもちろんあのレイト先生もなんですけど、うん、やっぱりその同じクリエイターというか同じ YouTube のクリエイターですけもなかなかお会いできないですし。うん さらに映画監督の皆様と、はい、お話しすることはできないので、本当に皆様ありがとうございました。あのこれからもあの楽しい作品を待ってますので、よろしくお願いいたします。宝橋さん素敵なご挨拶誠にありがとうございます。それでは続きまして浅沼さんお願いいたします。これみんな立つパターンですよね。そうですそうですね。なんかそんな感じの先生が立ちあったんでね。本日は本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。 えっとこの映画は構想三年、ヒロイン三人、監督三人というなぜか三という数字に導かれて作った映画なので、ぜひ三人以上で劇場に行っていただければなと。完全な告知をしました。はい。急に？全然いいです。全然。全然大丈夫です。日付とかも言っちゃお。日付は8月16日公開ですね。はい。舞台説も。来週の金曜日。はい。うん。 てこういう会ですよやもちろんそうですたまたまレイト先生がすごい真っ当な素晴らしい挨拶だっただけであってます長沢さんのもう金のことしか考えてない宣伝する人みたいになるのが嫌やかそうですね煩悩ばっかりみんな煩悩で生きておりますよ大丈夫ですよ夫です。今日はありがとうございました楽しかったです長沢さんと本当に素敵なご挨拶ありがとうございますでは上田監督お願いいたしますはいじゃあ一応僕も宣伝からああのの8月16日から公開でもう一週間 <き>切りましたね8月16日は東邦シネマズの日比谷で、あのー、<お>舞台挨拶もありまして、うんえー、僕らも出るのでもしまだお席あるみたいなので<お>、えー、8月16日東方シネマズ日比谷18時半の回<お>、えー、ぜひ。 行きたいという方は来てください。ね、金曜の夜ですからね。ぜひぜひ。でもあの僕もなんか YouTube 動画やりたいなってどっか隅で思ってたんですよ。えー、やっぱりこう映画ってできてからフィードバックまあ反応をもらえるまでが結構長くなっちゃうので、でね、あのもっともっとこき気軽気軽にじゃないですけど、うん、どんどん出してえっとこうフィードバックをもらってっていうちょっと。 なんていうかね。もっと自分を遊べるような場を作りたいなと思ったので、今日なんかお話しして、あのなんか本当にやってみようと思ったので、その際はぜひあの教えいろいろ教えていただけると。ぜひチャンネル開設してくださいよ。上田監督の上田チャンネルをちょっと。できたら嬉しいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、上田監督誠に素敵なご挨拶ありがとうございます。 それでは、中泉監督お願いいたします。はい、えっ、ー、と、僕実は、まあ、これまでいろいろ取材とか受けてきたんですけど。実はユーチューブのクリエイターの方とのお話が、僕は実は、実は一番緊張しました。えー、やっぱり、なんか、こう、自分が見てるものって、こう、選んで、ユーチューブで見てる感覚がすごくあるので。うん、その、え、選んでみたものの、先にいる方。 ですごくやっぱ近い距離だし僕だけ知ってるし向こうは知らないしっていう距離感なので、うん、その人とお会いするっていうのは正直僕いろんなタレントさんとか俳優さんお会いしますけどよりも,もですかでやっぱりお会いしてみてその考え方とかや,っぱりやりたいこととかが、まあ、明確だしすごくそのクリエーターとしても。 この筋が通ってるというかまっすぐ道を走ってる感じがして僕はなんか自分でやってるクリエイトが少しこうぶれてしまう瞬間を感じることがあるのでまっすぐそれをやってるのがすごく羨ましいなと思いましただからこれは僕にとってはとってもいい回でしたしお二、うん、人とも今宣伝したのでちょっと僕は宣伝はやめておきますが本当に皆さんありがとうございました。<laughs> いやしありがいというわけで残念ながらお時間になってしまいました。はい それではこちらで以上になります。8月16日公開の映画、イソップのもうつぼ公開記念ディレクターか ×YouTube クリエイタートークセッションを以上で終了にさせていただきたいと思います。ライブ配信をご視聴の皆さんもですね、本当にあのここまでありがとうございました。ぜひ皆さん、あの真ん中のカメラに手を振ってあげてください。<笑><笑>ありがとうございました。いというわけで以上で終了となります。本日は誠にありがとうございました。もっとたっぷりね話聞きたかったんですけれども、ありがとうございま,ざいました。